こんばんは、五十嵐レイです。この動画ではもう久しぶりに地方競馬ですね、大井競馬場で開催される春の中距離ダート王決定戦帝王賞の予想をお届けいたします。それでは今週もよろしくお願いいたします。本命に選びましたのはカジノフォンテンです。川崎記念でオメガパフュームを撃破、そして前走の柏記念ではカフェファラオやインティなどを撃破と、もうね、中央の名だたるダート G1 ホースをもう次々と撃破している地方の中央キラーとして金層目覚ましい活躍をしておりまして、もう今回のメンバーでも馬券圏内の確保は崩さないと見て本命に選びました。今回はそんな本命のカジノフォンテンを三連複の一等軸の軸馬に選びました。そして相手に選びましたのがスマートファルコン3区の血統ならちょっと狙ってみても面白いオーベルニュ、そして東京大賞典を優勝した実績と、あとね、デムーロ騎手とのコンビにもね、ここは期待ですよね。オメガパフューム、そして佐賀記念で驚異の9馬身差ですよ、すごいですね。で優勝しましたクリンチャー、そしてドバイワールドカップで2着に好走したチューワウィザード、そしてジャパンダートダービー優勝馬で復調気配を感じますね、この子はダノンファラオ。以上の5頭に流した3連複10点で的中を狙ってみたいと思います。はい、ということでこの動画では帝王賞の予想をお届けいたしましたが、もうね、地方競馬といえど もう近年ではね、ダートの宝塚記念とも言えるようなね、かなり豪華なメンバーが揃うようになってきましたよね。今年もね、どのようなレースになるか、もうね、個人的にもうダート好きですので、やはり楽しみでございます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。五十嵐レイでした。